急遽ラジオでーす。おはようございます。朝10時でーす。はい、リフテンでーす。アボさんです。でーす。これ3月のとこだ。2月14日ワインハインだね。またバレンタインのもらいました。はい、見てみよう。オープンザオープンドアでもねえなと思って粘着力の半端なさ、すごいもの。寝起きでさ、こういうの開けようとするとさ、指痛いよね。力入ってない。超痛い。超痛い。使う？あの、もうここからさ、あの一直線ピーってやっちゃう。なんか、もらい物こそなんかそんな雑に使いたくない。まあね。すごいな、これ。マジ。ネズミでも取るのかなってぐらいの粘着力なんだけど。ここからさ、これは指入れてさ、ピッ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 って。うん、それができないんで。いや、すごいものをやりましょうか。ネズミ捕獲、ネズミ捕獲用。いや、すごいもん。いや、でも頑張れ。大事にね、大事にね、して送るために。中身が出ないようにね。いや、もう音もすごいもん。剥がした後の白い膜があるからね。いいじゃない、その音が心地いいかもしれないよ。オープン。これ U パック、ちゃんと U パックのやつだ。これこのシールも U パックなんだ。そうだね。いって、親指真っ赤だもん。親指ベタベタになるやつね。ベタベタになる。なんだこれ。お。あ、それお母さん。いつきさんへ。お母さんだけ個別だ。人事の皆さん、人事の皆さん。じゃあこっちから行く。うん、お母さんの方から。オープン。ダブルテープ。あ、かわいい缶に入ってる。こっちに入ってる。今回のラジオのテーマはテープ取りづらいっていう。テープくらいんじゃん。あ、かわいい。おお、すごい。2、3、4、6。数えなくたってわかるだろ、今の。ものすごい集合体してるんだから。入ってないか。かわいい。かわいいね。シャレオツだね。予想、うん、え、チョコでしょ、うん、で、抹茶でしょ、いちごで、紅茶で、これがね、紫芋。紫芋。ブルーベリーとかはダメだ。あ、ブルーベリー。こっちはもうメロンか何かじゃない。じゃあメロン、いちご、スイートメロン。それは夕張メロン。夕張メロン。ホワイトチョコかなんかじゃないの。あ、これキャラメル。あ、キャラメルだ。オレンジ色のやつ。あ、裏返した。大丈夫か。大丈夫。フルリーナ A って書いてある。フルリーナ、こう A まで言うと錠剤にしか聞こえなくなる。フルリーナ A。マルチ、キャラメルパウダー、ピートレット、口なし、カロチノイド。紫は口なしだじゃん。わからん。あれだね、茶色はキャラメルか。キャラメルパウダー。俺さ、思ったんだよ、これ食ってもさ、正直この箱がさ、なんか箱がおしゃれ。あの、なんか置けるよね。箱がおしゃれ。取るんでしょ。あ、うん。すごいいいじゃん。なんと、かわいい。お母さんだけ特別、個別という。個別で。分かってるね。分かってる。
特別に何かを。そうね。うん、さあということでこっちパッと見たら、はい、TNG の皆さんだった。TNG の皆さん。まあなんか毎年もらってる気がする。そうね。これはもう TNG の皆さん、いつきさんへ。あ、そこにも私だった。うん。あ、チョコに。あ、チョコじゃない。間違えた。引っ張る間違えた。間違えた。蝶々結びが。よし、来た。え？そう、バラバラなのよ。ガッチガチやんけ、こっち。あ、中に入ってたのか、これ。うん、持ち上げれないの。違う、これ持ち上げたけど。違う、ここさ、テープでくっついてるから、これ剥がせば開くよ。お土産のお寿司じゃないんだけど。お土産買ってきてるぞ。あれね、今あのこう可愛くね、あのお菓子のこのとこにあの蝶々結びで紐があって、バッて取ってみたら1枚になって、でまだ繋がってるんだけど、モテるっつうから真ん中の方持って上に持ち上げただけって。モテるよって言ったけど、違う違う、そうじゃないって流れちゃうね。違う違う、そうじゃない。こっちもあるよね。今回のタイトルはテープが多いから。テープだらけだ。おじさんね、爪がないから、こういうのね、食べたあんま食べない人だからね、シールあること知らないしね、なんで蝶々結びされてるんだろうっていう謎面があるんだよ。そしたら急に持ち上げた。ああもう落とすしか。あーばよ。それはテープ剥がしたらそれなるわ。あ、かわいい。ミスったぜ。かわいい。さすが天然家族。いいね。おお。かわいい。これ特別だね。これリプテンだね。なにこれ。ブラインチョコレートが。メリーチョコレートカンパニー。読め。27個入っているそうです。27個。多分ね、申し訳ないけどね、メンバーの腹にはいかないと思うんだ。そうね、しょうがないかな、来ないから下はないっしょ。M サイズってそこまで見るな。やらしいよ、すごいな。ほら、こんな感じになってる。あ、そういうことか。ついてんだ、見た目のね。え、薄いチョコの上になんか書かれてるんだ。多分スタンプかな。あー、読めん。これなんつうの。が読めん。調べてる。これでしょ。うん。あ、写真撮っちゃった。どうして。これ。なんて読むのこの会社。会社？会社ここは有名だよ。グラシアンス。グラシアスでしょ。グラシアス。まあちゃんと本当なんだろう。グラシアス。バレンタイン用のチョコセットみたいな感じになってる、ね。ね、それで調べるんじゃなくてさ、この会社を調べたらどうだい。え、何？その翻訳機じゃなくてさ、確かに間違えてるかもしれないんだからさ。ドラえもんじゃないかな。調べ方よ。こんにゃく。これ、ま、はい、冷蔵庫入れておきましょうね。どうせ。あとちょっとちゃんと中説明するか。ね、ハートのチョコがあったり、真ん中あのね、これね、全体図がすごい綺麗になってる、ちゃんと絵になってるんだよ。真ん中にあのなんだろうね、包まれてるピンク色のこうチョコレートが唯一袋に入っててあるんだけども、その周りに、白と、あとこれはビターだね、で普通のチョコと、それに、ピンク色のチョコがあって、その周りに葉っぱというか葉っぱの形をしたチョコがある。これ読み間違えた。これパインチョコレートって言うの。パインチョコレートは話が変わるね。これだね、ここだね。で、あと周りにね、自分の会社の名前が書いてあるのがあるね。そうね。だから全体的に見るとすごい、あの本当にあのバレンタインのチョコなんだなって分かりやすい形になってる。うんうん、会社の名前は？で見てよこれ。メリーズ。これ書いてある。自己中バレンタインって。自己中。私のための自己中バレンタイン。以上の。すごい。すごい。GRACIOUS 読めない。え？これこれ。グレイシャス。グレイシャス。グレイシャスでいいのかな、本当に。
GRCIO 白いの私ね食べる今今は写真撮っとって、ね、うん、白いの私がいい白いの私ね白いのってどれよこれまずさこれ撮影してさちょっと俺に送って一応ほらあの届きましたありがとうって送んないといけない今箱さん印がついたよ今でしょ違うだって今息吹きかけだろ白いのになんかついてたからついてたから箱さん印をこう吹きかけてよし、はい、これは多分明日にはもう俺の腹の中だ全部おいお返し一人でやるよここは多分これでいけるだろう取りやすいんだろあんま口に出して読まない方がいいかな、うん、ハッピーバレンタイン姉と一緒に選んだってシャイナも選ぶね大きい方が TNG の皆さん可愛らしい箱の方がいつきさんで分けて買いましたこれいつきさんにしようよって感じだったのねそうだね、うん、好きながら高層ビジネスみたいな、ああ昨年は素敵なホワイトデーのお菓子ありがとうございます、うん、大切にしてますと、うん、これからも仲良くしてくださいと何渡したっけ忘れちゃったねバッチじゃない俺ねパジャマ型のポンチョ送ったよ、うん、ああそうだそうだ私なんか送ったな忘れたな最近自分はモンハンにハマってますと推進おすすめのゲームを教えてくださいとモンハンね面白いよモンハンねありがとうございますありがとうございます、まあ申し訳ないけどこのメンバーの腹にね、うん、行くかどうかまあシャメだけ送っといてあげればいい、うん、食いたよ食いたきゃ食いたきゃ来てみろ来れるもんだらばって、まあ、とてもねなんとあの自分たちは絶対買わなさそうな素敵なチョコをいただき、うん、チョコ大好きだからさ大好きバレンタインなんてもらうことなかったからね基本ねありがたい話ですよありがたい話だねすごいちゃんとバレンタインに届くってすごいね指定だもんね指定だもん、まあ、ということでね、はい、またお返しをね送るにあたって、うん、3月の初めなんでまだ送られてないのかなそうなるとホワイトデーっていつ1ヶ月後3月の15日14日その日にあれかあの配達希望日でそうだね、うん、もし聞いてれば分かるけどバッチ送るそれとねすげえ腹痛いトイレ行きたい腹痛いんだじゃあ終了かな、一旦停止してまだ喋るのおかえりんすっきりした始まってた始まってたフフ申し訳ないよねさあ食ったばっかの時にこうね始めてるからああということでということでこれはねまたいただきましたまたねじゃあちょっと俺1個食べてみようかなお撮ったよね写真ね撮ってなんか食べないのもあれかなと思ってそうだね食べろよじゃあどうしようか食べろよあなたもそれその人もこっちを食べなさいよあなたこっちも誰も食わないお母さんこれ食いたいって言ったら食わないよでもお母さんそれお母さんのためにもらったんだでもなんかもったいなくてまだ食べたくないってえそうなんだ、まあ、そうなら別にじゃあ俺ここの横の4つを一気に食べて一気に食べていいお母さんまだ取っといてもいいよそういうのは、うん、そうだね取っといてもいいかもしれない、まあ、なんかもう形がおしゃれだから食べるのももったいないっていうのはあれだじゃあ TNG の皆さんへってやつお母さんが食います、うん、俺も食べる、うん、さあどれ食べるか小指で刺して俺は後で食べます小指、うん、え後で食べる食べないのえ後で食べる小指で刺していや食べるかいやさすがに食べないのも失礼だなこれキャラメルっぽい多分チョコでこれちょっと、うん、あのビターっぽいよね、うん、でこれがイチゴ
多分ラズベリーとかそこら辺かな、ベリー系で、これが多分ホワイトチョコでしょ、なんかここの4つと言いつつ さ、見た目色をさこういうあの明るい色にしてるだけで中身普通にチョコの味かもよ。あこれはもしこれは確定でそうかもしれない。でもさこれさプツプツ入ってんだよね、多分ちょっと酸っぱいかも、ちょっと酸っぱいかも。まあ、と言いつつ俺はもう決まってるんだけどね。すっごいチョコだった。はい、はい、せーのこれあでまさかのハオさんと俺被ると思ってなかったな。だってここ真ん中綺麗だから取りたくなかったんだよね。これ葉っぱくっついてるかと思った。葉っぱこうじゃん。そんなじゃあ食べようかな。なんかお一人だけなんかあれなんだよ、ね、広告チョコだけ食わなかった結局。二人とも指さした。え、じゃあどうしよう、もう口入れてるし、あ、早っ、溶けちゃうから無理だ、これ手持ってられなかった、うん、どうしようかな、悩んじゃったうまっ、じゃあ俺もミルクチョコレートだな、俺の食った、あ、じゃあ、うん、これ食ってみようか、うん、ビターっぽいし、お母さんは何味、うん、ホワイトチョコ、うん、ホワイトチョコ、ホワイトチョコ大好き、あ、ちょっとビタ、ちょっとビタ、でも俺でも食べれるぐらいのビターだから、うん、多分甘い方に、甘いより、うん、甘いよりビタね、絶対コーヒーに合う、おう、ちょっと言っときなさいよ、ちょうどコーヒーなんだから、いや口一回、うん、コーヒーでゆすいで、ぐちぐちぐちして、そうゆすいでもらってでビターを絶対合うと思うよ、この中で一番チョコ食うのお母さんだからね、うん、俺はあんま食わない人だけど、うん、どうだろう、俺かもしれない、久々食ってあー美味しい、どっちもどっちか、うんうん、コーヒーに合うね、ビター、うん、ビター、そうそうそう、でも俺が食べれるぐらいのビターだから半分、40、30半分40、30じゃないか、もうちょっと上じゃない、あ、げえ、俺的にはちょうどいいビターだわ、うん、げえうまい、俺ドンキのあのでっかいチョコ一人でバカを食ってるから、あ、それは出たね、それはもうそれはもう歯おかしくなるよ私おかしくはないけど、チョコなら普通に買う、うん、あ、これうまいね、自分でチョコで買わないな、あまりこうやってもらったりとか誰かが持ってたら一個ちょうだいって食うぐらいだけど、うん、だから俺ももしかしたら数ヶ月ぶりだな、今年入って初めてかもチョコ食ったの、こういうチョコね、ブロック系のチョコ、こういうチョコ、俺も久々だわ、なんかチョコチップとかさ、そうだな、これでわかるよね、ちゃんとしたチョコってやっぱうまいっていうのが、うん、俺もビターしか食ってないんだけど口の中がビターまずこの葉っぱ系すげえうまい、嫌い、葉っぱ食ってみ、葉っぱ食ってみよう、うん、いや俺食ったからやれってうまいよ、なるほどだ、うん、あ、おいしい、あ、うまい、うん、すんごいうまい、なんかキャラメルっぽい感じするね、うん、でもキャラメルが入ってるから、うん、キャラメルなんちゃらって言ったし、でもそれがちょっと含まれてる、うん、美味しい、うん、本当に、うん、ちょっとそんな感じする、これ何、うん、それ誰が食うかだな、パインチョコレートいや、やっぱど真ん中だから肉店でいいじゃん、まあ今の食い方する3等分いいよチョコとか、じゃあこれもこれ食ってみる、あーそうだね、これだけ食っちゃおうぜ、俺食ったし、だからさ、なんでそれで調べるの、プレーチョコ普通ってこと、なんか書いてある、あ、なんもなかった、ブロックなんて例えればいいんだろう、この形丸くて上に四角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 なんか中に何か入ってる、プレーンチョコ、いやうめえ、まんまけそのまま、うまい、あ、うまい、でもこの食べ方絶対怒られるよねあやっぱちゃんとしたところのチョコってうめえんだな、美味、うん、しい、あんま食わないからさ、本当こういうの知らないよね、これより違う、これよりビター感なくて、うん、これよりもちょっとビター感があるね、
うん、確かに、うん、それだけちょっと塩が違うんだ。これよりって言ってね、何も通じないよね。ラジオだからね。どれよりラジオだから一切通じない俺喋り方したけど。さあということでね、今回ね、バレンタインのチョコもらって急遽集めました。はい、皆さんもねバレンタインもらったでしょうか。バレンタインもらったら必ず返しましょうね。私小学校の時にバレンタインもらったことがねあったんですよ昔。その時にね、もらった、なんでもらったんだろうっつって、これバレンタインの存在が全く分かんなくて、ホワイトデーの ホワイトデーの時に一切お返しをしなかったの。で今日ホワイトデーだよって言われて、へえそうなんだっつって、どうしよう何も持ってないよっつって結局流れてしまったという。今思うと小学生の時は本当、中学の時もそうなんだよ、疎すぎるという、うん、だって知らないよね、世間知らずにも程があるって。君らがもらったチョコ私食べてたよ、うん、だから俺いらん、うん、食えないっつって食わなかったもん、うん、チョコもらったっつって、もらったよちょうだいっつって、はいっと渡された。お返しする小学校の時、小学校も中学校の時も私もらった気がするよ、うん、全然覚えてないけど、俺中学の頃は多分一緒に食った記憶があるけど、うん、あのお返しっていう概念がまあ苦手だったんだよね、うん、今もそうなんだよ、うん、何をあげれば喜ぶんだろうって、しかもさ深く考えすぎなんだよ、くれって言ってねえのにさ、チョコ渡されてさ、もうよこせよって言われるんだよ。お返しよこせ。そうやって聞くと恐喝だよね、うん、ほらチョコやるからお返しよこせっていう、うん、バレンタインハラスメント、ほら1000円あげたんだから1万円返せよみたいな、倍返し。だから俺分かんなさすぎて高いもの買っちゃう、うん、結局中学の時はネックレス買ったけど、ネックレス何買えばいいんだろうと思って、うん、友達と言った時にもうこれでいいよねっつってネックレス買ってそれ渡したの。すごい。でチョコついたよ。だって去年も分かんないから服ポンチョ買ったけど、ね、分かんないよね、うん、なんでって思うじゃん、もっと違うもの買ってあげればいいじゃん。俺らゲーム実況してるんだったらゲーム買ってやれようと思うじゃない。あ、ゲームとポンチョ買ったの。ポンチョがおまけだったっていう。ポンチョの方が高え。ゲームをポンチョで包んでおくんでしょ。私もよかった。だから分かんないんだよねこういうのね。長男が一番もらってたね。そう、イケメンだもん、あの人ストーカーついてたぐらいだからね。そうだよ。そうなの？そうだよ。そうだよ。いたね。いたじゃん。いたいた。毎年毎年すごい年賀状が来る。いや誰だよお前っていうぐらいのレベルの。だから年賀状来たからお返しでちゃんと年賀状書いた方がいいよって言ったら、いいよもういいよ怖いよって言ってた。兄がビビるレベルのストーカー。そういえばだって卒業して高校の時も大学行ってからも年賀状来てたよ。うん、全く違うのにね。いやー、やばい。そういう人もいたんですよね、うちの兄はね。あの人のもらってくるチョコをいっぱい食べた記憶は、これ人のよしみが多かったな。なんか友達、仲いい友達が多かったから、うん、友チョコだね、友チョコでって言われて、友チョコでもチョコもらえたらこっちのもんだぜっつって、うん、やったーって言ったもん、その食べないけどって、食べないけど一回言われたのはね、チョコ苦手だよねって言って、うん、あんま食わないでっつって、何がいいっつって、うん、チョコじゃなきゃ何でもいいっつって、クッキーくれた。クッキー、そっちの方がありがたい。なんでわざわざあ、やったぜと。もうチョコマークやがったな。マドレーヌとか言っとけよかも。あなたの好きなやつじゃん。俺が一回作ってきたやつ。じゃあマドレーヌのやつ。学校で、ね。学校で一回作ってきたやつ。ズーズーシーにも程がある。あ、ということでね、今回はバレンタインにいただいたということで、やったー、まあ3月なんで、まあ皆さんもね、もうバレンタインデー、もうホワイトデーになるんでね。もらった方はちゃんとお返しをして、うん、返しをしてね、お返しするっつってもほんと高くお返しすればいいって問題じゃないんでね。そうそうそう、気持ちが一番大事なものなんで、ね、チョコでお返しされたら何で返せるかな。餅とかでいいんじゃない。なんかあるよね、あのマシュマロとかさ、あ、なんか意味のあるあれだよね。そう、クッキーとかさ、飴とか、うん、ガムでいいんじゃないじゃん。でも俺は一回あれだよ、あのチョコのお返しにあのチョコマフィンを食ったから、チョコ返し、チョコで、あ、できた、うん、うん、あのチョコマフィン作ってそれで返したから。ということでね、皆さんもお返ししてみてください。さあ聞いてるメンバーよ、もう残ってるかな、残ってるかって。
もし残っていると思うなら一度家に来てみろ。多分ないぞ。君たちは分かるだろうが、俺はあんまりチョコとかあんま食わない人だっていうのは分かってるから、うん、俺が原因じゃないのは分かるだろう。多分ここの2人だ。ここの2人だ。気をつけな、あれや。気がついたらなくなってるよ。でもちょっとあれだね、ビター系のチョコはお茶と一緒にね、うん、食べて飲むのが美味しいから。あ、でも多分一番食うのミキだから。コーヒー飲むじゃない人も。ネルさんはね、チョコ食わないんだよ。俺前あれだよ、去年のぞみさんからもらったクッキー、うん、俺一人でバックバック食ってたからね。そう、気づいたらなかったな。ま、特に抹茶を食った。抹茶嫌いなのに抹茶めっちゃ食ってた。ということで、じゃあ、まあ、お返しをね、しましょうね。うん、もう最近はもうあのグッズを作るの結構面白いからね。でもあれか、バッチだけだけど、今年は手作りはやめた方がいいんだね。まあね、うん、だからこそ今回ほら、うんうん、手作りチョコとかじゃ、うんうん、そうそう、そういうのはやめた方がいいんだろうね。まあ、食い物じゃなきゃって感じだね、うん。まあ、ということで今回は、ここまででございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。美味しくいただきます。はい、ということでまた、来週、3月ね、まだね、全然ほんと急遽これ撮ってるから何も考えてないんだよね。ということなんで、来週はまた誰か喋るか分かりませんが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。実はね、すごいトイレ来たの。またチョコ食った。トイレ来たの。ちょっとトイレ星人、トイレマン。今日も便座を汚すぜ。